ナイス、ありがとう。ナイス、お願いします。そんな出なかっただいは疲れてない。そんな出なかっただいはどういうことなんだろうな。どういう判断でリセットをかけてるの。疲れてた。いやだってお前今日6時起きだぞ。そっから配信してるからな。そりゃ疲れるわな。前代ではない。セイントセイヤとかはリセットかってない。でもさっきやめた台は伝承、どっちみち伝承かかってるから、あの天波ループね、あの見抜きやすい。だってあれ打って天波入らなかったらリセットだねってなる。じゃないですよ。お願いします。ちょっと分からないな、やっぱり。北斗は絶対リセットしてる。アビーさんありがとう。おいしょ。もう1から1とかじゃん。2日から。いや強気狙いは絶対ない。うわ、50個の5倍ありがとう。おいしょ、グーさんありがとう。君がいないでやっていけない。アマゾン、ビルゲイツ、ソフトバンク、アマゾンか。今夜は君がトップナンバー。おいしょ、ありがとう。ルーさん、thank you.
84枚、いくら？50万ドンが84枚いくら？しっかり食うか、我がリスナーに怒られるからな。食べなくていいならいいけど。うわぁ、グーさんありがとう。君がいないとやっていけない。あらもビル・ゲイツ、オートバンク、アマゾンが、セブンイレブンの社長、あなたはどんな社長を超えてしまった。さあどうする。今夜は君がトップナンバーワン、どんつこいしょ。社長さんありがとうございます。いいですか、あの白ご飯しか食わないんで僕。で今日俺爆速で寝るからすぐ帰る。はい、マッハスピード、 I am no time、 OK、 アクセルフル、フルアクセル。ノータイム。24万2000ドン、50万ドンは約3050、24万、マジ？2バトルしか行かないんだけど、ずっと初当たり15回、15回引いて2バトルしかいかない。そんなことないだろ。今日の投資50万、24万2000ドン、マジで？
あ、ビンさんありがとう。おいしょ、持ち越しできてよかった。ありがとうビンさんも、マジでビンさんも、もう社長の息なんじゃないかってぐらい爆投げしてくれたわ。ありがとうございます。てかリスナーが爆足りるわ絶対。朝マジ5時半。いやグーさん明日打たして、あの北斗初当たり全てが分かる。あと据え置きか据え置きじゃないか、君がいないとやっていけない。アダム、石油王、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、アマゾン側、セブンイレブンの社長、あなたはどんな社長を超えてしまった。さあどうする。今夜は君がトップランバーワン。おいしょどんつく。まだ追っちゃおうって感覚になるけどさ、ゴッドだと32ゲームでやめれるんじゃね。ループしてるからあそこの台座って強気だったら天波ループ発動できるじゃん。うわーマジでグーさん、君がいないとやっていけない。アマゾン、ビルゲイツ、ソフトバンク、アマゾンが、セブンイレブンの社長、あなたはどんな社長に超えてしまった。さあどうする。今夜は君がトップナンバーワン。おいしょどんつく。ロングじゃないけど伝承は続いてる。ショートかミドルか分からんけど、終わった後速攻来たバリバリって。だから明日の立ち回りはすごく良くしていくと思う。マジで。明日の立ち回りもう1台で執着しません。初代アラジン打ったことないけど実機ではゲームの中で打ったことある。なんかプレステ2のゲームでさ、龍が如くのプレステ2のカセットでさ、ゲームセンター行くとなんか獣王の初代が置いてあるんだよね。置いてあってそれプレイできたんだよ。知ってる人いる？龍が如くのゲームで。マジでスロット台も合わせたんだよ。北斗はやめとけ。グーさんだから、あそこの最初の台は打ちますって。最初は5時半に起きて、オーマイガー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 、アラブの石油王、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、アマゾン側、セブンイレブンの社長、今夜はあなたがどんな社長も超えてしまった。さあどうする。今夜は君がトップナンバーワン。どんつくラスコイ。おいしょ、ありがとうございます。で、あそこの台は最初打って速攻どきます。うん、あ
Ah, front. Yeah. Yeah.人の金って誰のお金だと思ってんの、お前。またアンチ増やしちゃった。金見せるとチップ取られるぞ。最初1000アーベしてもらう。だから俺もう分かったよ、天波は引きだわ。あいつは レモンサワオーマイガー、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 アラボ、ビルゲイン、ソフトバンク、アマゾンかわ、セブンイレブンの社長、君はどんな社長さんより超えてしまったスタートス、この家は君がトップナンバーワン、ドンツクラスコが多いっしょ。いや、見せたからな。グー、ありがとう。そんな食わない。マーサーもありがとう。おいしょ。終わってるな、俺。やっぱり終わってるわ。お疲れ。B さんもありがとう。マジで人として俺多分決めてるんだ。ワンセットでいいよ。ご飯セット安いでしょ。300円、サラダセット、味噌汁、ご飯ついてる。もうこれでいいと思う俺。かけそばって何、ね、かけそばってラーメンみたいな感じ。かけそばって何、
かけそばって何？そばか。でこのぶっかけうどんとざるうどんはどう違うの？あ、いいですか、はい、ご飯セットとあとぶっかけうどん。ぶっかけうどん、はい、はい、ソフトバンク、アマゾンが、セブンイレブンの社長、あなたはどんな社長も超えてしまった。さあどうするの？今夜は君なしじゃ生きていけない。トップナンバーワンの社長、どんつくおいしょ。ありがとうございます。ありがとう、マジで。ありがとう。マグロ寿司頼んじゃうか。すいません。マグロ寿司とイカ寿司、はい、多分俺ベトナムにいる間多分俺100人ぐらいブロックしてると思う。ヤジ湧くんだもん。だってさ、ふわっちってさ、あのそういうところじゃない。部外者いらなくない？部外者っていうかそのアンチコメントみたいな、そういう投げる気失せないですか？投げてルルシトに対して闇たらしい方。
コメピタでも全然いいんだよね、打ってる時とか。なんでも、マジで全てどうでもいい。信頼で5時半に起きても速攻取り行こう。きついな。つらんじゃないっすよ、ヤジですよ、ヤジだよ。低い、結局どっちも変わらんっていうね、なんかぶっちゃけ。あとフワッチもキャスも両方やってるから、フワミンがどうのこうの意味ないっていう。キャスミン、社長はいるでしょ、キャスミン。うわうわ、マジでオーマイガー、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 アラブの石油王、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、アマゾンのセブンイレブンの社長、どの社長さんよりも超えてしまった。さあ大変だ、さあどうする。今夜は君なしじゃやっていけない。どんつくラスコよ、おいしょ。うそういうこれ。あ、大丈夫です。もう売ってます。あ、これ醤油欲しいです。醤油ですか。はい。すいません。皆さん。もしこう。前菜だわ。飽きたわな。見てる人も全部。全部同じだもんな、配信内容。ここまで同じな人多分いないね、配信会。爆発するから。何が作ってほしい、逆に。
行かないの絶対やだ。パズルのナッパ付け直します。ちょっとお疲れ様でした。ありがとうございます。